俺はそういうことを言った時に7点のが怖い。自分から聞いたのに、あーっつって、なるほどっつって流しちゃった。やばお前、やば。いや一番めんどくさいよお前が。わかるわかる、わかる。バカやみしたら配信2ヶ月やんで。サミさんと作りますって言うの。やっていきます。意外とうまくでしょ。いや、はい、さっきぶりです。あ、どうも。はい、どうも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 。えなこさんの話しました？あ、したしたした。ちょっとうちのリスナーにはまだ言ってないですけど。なんて言ってねえんだよ。なんか一緒に言うかなと思って、あれかなってなって、ちょっとあの大人の事情でちょっと今日は出演できなくなりましたと。まあちょっと7点が NG だっていうね。おい、久々の切り抜き見たっぽくてみたいな感じだったし。ちげえよ、別に誰のとは言ってねえだろうが。誰のとは言ってねえだろうが、あれは。まあ、そういうことで。まあ、そういうことですね。俺の配信の方では言ったんですけど、畳みかけられなかったっていう俺たちの反省点だよね、ここはね。今後のね。その、この人どうなんだろうっていう人がいたら、アポを取るのは2日前ぐらいにして、なんか今回時間を与えすぎた、逆に。はいはいはい、もう逃げられない状況を作るっていうのが大切だってことを学びました。気をつけます。気をつけます。まあ俺たちの雑談に中さんが混ざって、もし混ざっていたらブランディングがどうなのかっていうね、うん、それこそ、ね、ヤンマガとかの表紙になってるような人が僕たちのこのすごい下品な会話に混ざっていたらどうなるかっていう世界線を見てみたかったよね。いやまあでも後から怒られたらマジで二度と話せなくなっちゃうからな。まあ確かにね、確かにね。危ね危ね。でもさ、うん、そこを切り開くのが僕たちじゃない？やっぱり。いや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 。他のお仕事もある方に迷惑かけちゃダメでしょ、さすがに。いや、それはな、あっちがリスクヘッジってすることだから。いやいや、リスクヘッジされた側だから、うちら。ダメダメダメ。俺たちが気を使っていただいたの？そう。あ、そうなんだ。いかんいかん。もうダメ、もうダメ。あ、そうなんだ。そう。そうそう。アウトアウト。あ、じゃあ次の候補誰にしますか。次の候補いおりもえさんにしますか。いおりもえさんにしますか。いや、また怒られるよ。怒られるね。うわー、マジで胃がキリキリする。なんでだよ、何がだよ。面接の結果だって発表されるんでしょ。うん、そうだよ。じゃあ先にあれからやるか。結果発表。結果発表から。結果発表って言ってもなんだけどね、上から目線になってしまうけどね、まあ、前回私がひょんなことから恋愛相談に発展してしまって、進めるつもりがなかった恋が急速に進んでしまったお話。そうだね、7点月の気になる人がいて、それが大学生だっていう話が、はい、で、まあインスタグラムの方でコンタクトを取ってチャットをして、その人が、はい、元から俺のリスナーだっていうことで通話までしたんだよ。1対1で1対1で通話をしたの。その気になってる大学生と。別にその俺通話こそしたけど、根掘り葉掘り聞くつもりはなくてさ、うん、そいつが俺はクズかどうかを見たかったのよ。まあ大きなお世話だとは思うけどさ、はい、こうやって配信とかさで何回も会話をしてさ、その人がね初めてちゃんとした恋愛をするってなって、なんかその裏切られるとクズ男だ体目的だってなったら苦しいじゃない。でそのクズがもしかしたら俺のリスナーかもしれないって事実も辛いしさ。もっとえぐいのいるだろ絶対。だからまあそこはちょっと確認しときたいなってことで、うん、7点の、はいはい、気になってる大学生と通話をした結果、はい、まあ、見た目もいろいろ見たんだけど、見た目は毒ぞ本当に、マジでクズ。あのね、新宿の東口のライオン像の前でナンパしてそうな見た目してる。ホストみたいな見た目をしてるんだよね。でも話した感じ別にねクズ感はなかったかな。1対1で話して7点にはこういうこの通話した内容とか言うなよって話をして、
一対一の男の会話をしたんだけど、うん、猫かぶってる可能性もあるけどね。俺は今のところはセーフかなっていう。マジで教えてくれなかった。ちなみに何の話したんですかって聞いたら、いやまあそれはあの配信とかでスタミさんの口から聞いた方がおもろいと思うんでって、うん、ふーんいやクズってね本当になんか分かるからね、うん、俺がねなんかそのいろんな人を見てるから経験で分かるとかじゃなくて、もうあからさまにね通話とかしたらパッて分かるから。クズってどう思ってますかみたいな質問はちなみにしたんですか。あーどう思ってますかみたいな質問はしました。なるほど。でも、まあ、それの返答でね、どう思ってるんですかっていうのを話していいのかな。何話していいんですかって何。怖い。いやいやいや、俺はそういうことを言った時に7点の蛙化現象が怖い。はい。その男の子側が大学生がサバサバしてるんだよね、うんうん、ちょっとサバサバしてるし、うんうん、しかもモテるんだべ。そうね。なんかその若干追いかけてる感がいいんじゃないのかなって俺は思ってるの。7点が、はいはいはい、その大学生の子がもし告白をしたら、うんうん、7点は俺のこと嫌いになっちゃうんじゃないかなって不安になってたよ。てっきり不安になる要素一つもねえだろうって思ってたんですけどね。誰が多分どう見ても好きやんってなるレベルだったから。今の時点ででしょ。今のだったら追いかけてる状態でってから、そうそうそう、もし7点付き合ってくださいって言われたら付き合うじゃん。で付き合ってしまったら、うん、蛙化現象が始まって7点が嫌いになっていくっていうことを心配してるんだよ今。ないよ絶対って言い切れないんですよね。だからそれやん。しかもそれを多分大学生に言ってるだろ。そんな素振りを言ってしてるだろお前。うん、いやなんかそりゃ言えないよ大学生くんから申し訳 ないじゃん。そうなっちゃった。現状維持でいいのかなってお互いあなんとなく好きだってのは分かってるけど一歩を踏み出さない、うん、関係のままでいいかなって話。そう、今までの人は全員蛙化してきたってこと。蛙化どころかなんかゴミみたいな人としか付き合ったことなさすぎて、蛙化なのかそれともクズすぎて慣れたのかが分かんないんですよね。そこはでもむずいよね。まあでも昨日実は久々に言ってないんですけど、うん、付き合いたいとか思うって聞いたんですよ私。うん、私は正直その蛙化しないって言い切れないから、うん、現状維持でいいなって思ってるんだけどどう思うって聞いたら、それで精神安定するんだったら、うん、付き合った方がいいのかなって思ってるよみたいな言われて、自分から聞いたのにあーっつって、なるほどっつって流しちゃった。やばお前やばいや一番めんどくさいよお前が。わかるわかる、一番お前がめんどくさい。だから発展させたくなかったんだって。だからそういうことを聞くこと自体がお前のメンタルが安定してない証拠らしい。いや確かにな、うん、付き合うことのメリットって何ですか。うわ難しいね。付き合うことのメリットとかなのかな。なんか俺悲しいけどな、付き合うことに関してなんかメリットとか考えないといけないのが悲しくて、なんか付き合うってメリットとかじゃねえんだよな。彼氏彼女じゃなくても一緒にいれる関係性が一番良くないって思って、だから付き合うこと意味あるってなっちゃうんですよね。その別に今のままで良くない。ちゃんと好きになった人とお互いちゃんと好きだよっていうのを言葉にし合ったことがないからメリットっていうところが思い浮かばないんじゃない。あ今から付き合った時の未知の領域がさ見えてないじゃん、うんうん、幸せ度数とかで表現すると、うん、70% とか 60% までしか見えてない。それが上限だと思ってるんだ今7点は。はいはいはい。でも、うんうん、好きな人同士で付き合ったらもしかしたら 100% が見えるかもしれないじゃん。それがやっとメリットになるわけだ。今そのあとの 40% が見えてなさすぎて、その経験がないから、7点が好きな人と付き合ったことないから。あともう一つ私の中でちょっとあれだなっていうのが、配信者ってめちゃめちゃ不安定な職業じゃない。だからこそ、うん、なんか辛労をかけたくないな。そう、私がある一つで仕事を失いましたってなったら心配しちゃうじゃないですか相手が。私がそのままずるずる病んだり
ずるずる次の仕事見つからなかったりってなった時、正直は、うん、捨ててほしいんですね、私は。切ってほしいの。うん、幸せになってほしいから相手には。うん、次に行ってほしいの。だから。さあ、まあその話自体が若干重いな。なんか付き合うって別にそこまで見据えなくていいんじゃね、うん、じゃあそうなったら別れれば確かにじゃあまたこの前回の話のさ、怒りもしない最低を想像して勝手にバット入ってるっていうメンヘラ特有のまたその、はい、修正が出てるんだよね今。はいはい、重いんだ、マジかよ、うん、マジかよ。だからもう単純に奥のことを考えすぎだよ。付き合った、付き合うってみんな何も考えない？好き、付き合う、付き合って付き合うなの、マジ？いや俺はもう言うてそうだな。俺の恋愛観はね、もうそのはんはんな、例えば2日とか3日デートしてこの人と楽しかったなってなるじゃん、この人ともう一回遊びに行きたいなと思ったらもう付き合うっていう方が男女だから綺麗だから付き合おうっていうわけよ。はあ。で俺は付き合った後に一回お話フェーズを置くわけなんか俺お話フェーズ、お話フェーズを設けるの無責任だから言えないけど、なんかお互い人と人だから相性とかあると思うので、なんか流れに任せようって俺は言う。別れないための努力はしないんだよね。え、俺はしないガチ？うん、だって相性だから、お互いあっても思ったことに抗わない。相手に合わせ、そう相手に合わせようとしないってことね。うん、はいはい、相手に気を使うっていうのもその人の性格だから、それも流れに身を任すってことだと思うの。その性格通りに生きてるから、ね、まあまあまあ、そうそう、確かにね、お互いに自分勝手に生きるってことじゃなくて、お互いがその目指す付き合うをずっと付き合うと付き合うをぶつからせ合って、でそれですれ違うんだったらもうそれで抗う必要ないかな、お互い終わろうねみたいな話をさらっとする俺は。やだ、別れるときショック受けるじゃん。一回付き合って、ああ相性合わなかったね、まあ人と人だからしょうがないね、じゃあまたねってなっちゃう俺は。マジかよ、うん、マジ、まあなんかなでもあやふやにしてんのちょっとかわいそうだよなとは思ってはいるけどいやでも若いしな。これちょっと残酷な話になるけど、はい、今大学生くんは付き合ってほしいと思ってるわけじゃん7点とね、付き合いたいと思ってる状況なわけじゃん、うん、その大学生くんは何歳なの？20歳でしょ。その20歳の大学生くん の, その大切だと思ってる20歳の大学生くんの時間を、大切な時間を今消費しちゃってんだよ。はい、大切にしたい、その人に幸せになってほしいと思ってんのに、大切な大学生の20歳の時間を削ってんのは7点なんだよね。いやー諦めてー。だからどっちか選んであげた方がいいよ。まあ確かに、ね、今の話を聞いた感じ、なんか切ってあげて、お互いになんか中途半端でお互いにぐずってんだったらさ、うん、話は違ってくるけど、大学生くんは一緒にいたいって付き合いたいなって言ってくれてるのに7点がぐずってる状況で、しかも7点のメンタルが大学生くんを大切にしたい、幸せにしてあげたいって言うんだったら、今話すか今付き合って一緒に幸せになるかどっちか決断しないと今ふう、カロリーだけ今日の配信、あマジでこれ私だけの問題なんだよな。私だけってか、私を何も信用してなさすぎて、ちょっと自己肯定感がかすすぎて、相手の言ってくれてることを何も受け入れられてない私が全部悪いんだけど。本当に好きなのかなってなってんの？一緒にいたいからいるんだよって言われても、うん、うん、でももっといい人いるしな絶対って思っちゃうね。ぐわー、わかんねーわかんねー。大概じゃない、付属経験で何年か働いて金銭感覚もバグってて、配信者で色物配信者なわけで、うん、付き合いたくない女ではあるんだよな。いやそんなことないけどな、別に。マジ？それはそんなことないよ。やっぱり俺は男目線で考えちゃうから、付き合おうって口説いてる人がそんなこと言い出したら悲しくなっちゃうけどね。多分好きなんだったらそういうお仕事をしてるのひっくるめてっていうか、他のところにも好きなところがあるのに、なんか7点の中で答え出しちゃってこっちの勇気を受け入れてくんない壁を作ってる状況っていうのは悲しくなっちゃうね。まあまあ受け入れてみるか。7点次第すぎるよこれは。
さあ、信じてみるか、大学生の言ってることを。そうだよ、それでいいじゃん。人の言ってることを聞き入れてみるか。一回聞き入れてみてさ、もうダメだったらもう一回さ、あの Tinder 祭りしようよ。そうだな。うん、それでいいんじゃない？そこに苦い思いをしたわけじゃないじゃん。わかんないけど、したことある？ちゃんと好きな人ができて、好き好き好きってなったら苦い思い出をしたことあるの？ある。あるんだ。小学校、中学校の話ではあるけど、5年間ぐらいずっと好きだった人が、うん、に告白して、振られて、彼女いないし、好きな人もいないって言ってたけど、実は、私と同じ部活のことを何ヶ月か付き合ってて、みたいな。あれってなって。ああ、そっか。うわー、もう人間なんて信用できねえってなりつつあって、うん、何年か生きて、実は10年付き合った彼女がいますとかもあったしな。マジウケるってなった。苦い思い出があるのか、うん、風俗でやってることを大体隠してないから、うん、それで付き合って、まあその仕事辞めたら親に合わせられるようになるとか、もうちょっと普通の仕事しないのとかこと言われたりもしたし、結構な言われようしてたからな。今付き合いたいからそういう風によく言ってるだけなんだろうなって、本心じゃないんだろうなって。まあそうかもね。そういうお仕事をしてる人が多分口説くとき、最初は全肯定するかもしれないけど、付き合い出したら多分言い出すよな。そう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 。なんかね、分かる気がするわ。そうそうそう。そういうやついるよな。そうそう。だからみんなそうだと思ってしまっているところがあるから、すべて受け入れられない体になっている。私なんかと付き合ったら相手がかわいそうだよって思わないようにするところから始めなきゃ。だな。むず。まともな経験してねえからな。まともな経験はしてないね。話聞いた感じ。明らかに。してねえからな。バカやみしたら配信2ヶ月やんで。そう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 。バカやみしたら配信2ヶ月やんで、さみさんとカップルチャンネル作りますっていう。なんで巻き込んでくんだ、お前。いやいやいや、いや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 、ここまでこん、ね、足突っ込んできて。あ、そうかそうか、確かに。これ、戻ってきたらカップルチャンネルになってるから。行ってみようかね。なんとかします。はい、対象終わったら。はい、やってみましょう。立ち会いますか、スタミさん。立ち会うその前、いや。立ち会うはちょっと厳しいわ。立ち会うは厳しいよ。事後報告だけするの。そうしよう、そうしよう、そうしよう。それだけ十分だよ。うんうん、それだけ十分。スタさん、逃げようとしてない。逃げようとしてない。そこは、俺がいることによって結果が変わってしまうかもしれないんだよね。でしかも俺のリスナーわけでしょ、男側が。俺がいる理由がない、そこに。確かに。結果発表なのに1時間経っちゃったよ。1時間話した俺たち。笑った。55分話してるわ。重すぎるっぴ。重すぎるっぴ。今日はね、性癖食わず嫌いをやっていきたいなと思います。この企画をするにあたって何でもいいんですよねって3回ぐらい確認しました。便器ですよね。俺、はいはい、その下の3つがマジで分かんない。バケモンすぎる本当に。